テリー土屋の車の話始まりました。はい。今回は何ですか。今回はですね、我々にねちょっと相談があるという方がいらっしゃってるんですよ。金は貸しませんよ。金はダメだ。金はダメですよ。金はダメ。お金以外ね。金はダメ。じゃあちょっと最初それは多分大丈夫だと思うんですけど、早速ちょっと読んでみたいと思います。はい、車好きマニュアル女子であり、モデルタレントなどでマルチに活動されている桑田彩さんです。よろしくお願いします。可愛い子ですね。ね、可愛いスレンダーな。よろしくお願いします。何ですか、桑田さん。今回のご相談。車好き、私アレクシエイト乗ってるんですけど、すごい、はい、そうなんです。それが高じてちょっとサーキットデビューしてみたいなと思いまして。嬉しいですね。ですよ。でも何をどうしたらいいのかちょっとわからなくてご相談させていただきたいなと思います。例えばどういうウェアとかいろんな装備ですね、うんうん、そうなんですよ。なるほど。ということで、じゃあ今回は桑田さんもねはじめとするサーキットデビューしたいけれどどうしていいのかわからないという視聴者の方々にこれさえ見れば安全にサーキットデビューができるぞという企画、今日の企画はサーキットへ行こうでございます。はい、はい、そしてこの企画にぴったりな助っ人をお呼びしております。イタリアのレーシングギアメーカーアルパインスターズの初代アンバサダー月島桃さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はサーキットに必要な4つのアイテムをご紹介していきたいと思います。はい、まあ、まず必ず必要なものがまあヘルメット、はい、でこれはレースでももちろんなんですけどサーキットとかそれこそ入門向けの走行カーでも必ず必要になるものなんですが、これは自身の頭、事故とかもし合ってしまった時に守るためのとても大切なものに、はい、なってます。でそして今日の後お隣に土屋さんのヘルメットなんかピンキリだった、はい、なるほどピンキリ、これ最高ですねこれがピンキリなの、それはそうだよ、かっこいい、かっこよすぎやな。これがですねどちらもアライの、GP こちらが6っていうモデルで、はい、こちらがですねちょっとお高い、はい、モデルになってまして、で今日あやちゃんに紹介したいのはこちらの GP6S っていうモデルになってます。はい、でこれおいくらぐらい、これですね、こちらの GP6S の方がだいたい6万円から、うん、そうですね、それが主流だね。ただこれはもう FIA で公認だから、はい、実は公式のレースにも6万円からなんですが出れる仕様に、はい、なってます。ちょっと触っていいですか。あ、もちろんです。はい、まあ、軽さとか、あ、軽さはちょっと、いいですか、ね、あ、思ったより軽い、軽いよね、もっと重いのかと思ってました。僕もちょっとなんか競技これそうです、フルフェイスで、結構ヘルメットとかってどの競技も長い時間かぶることになるので、うん、もちろん頭に合ったサイズ選んでいただくのはもちろんなんですけど、うん、で基本的に軽い、つけ心地のいい作りに、ね、はい、なってます。こんなに軽いんだ、ね、世界の洗いだよ。あ、そうですね、ね、土屋さんのやつはあれ、やっぱこれも大きいけどちょっと、まあ、ちょっといい、ちょっと、モデルに、うん、でこれの下にこういうのを、そうです、はい、バラクラバ、まあ、フェイスマスクをかぶってから、ね、はい、かぶっていただくのが、まあ、一番中も汚れずに汗も吸い取ってくれるので、うん、はい、これはいくらですか。あ、これはですね今日ご用意しているのが1万円のこれ1万、はい、ものになっております。これで、まあ、こうなると大体7万円ほど、はい、になります。こちらも走行会とかで、まあ、必ずご用意くださいというふうになって、皆さん結構初心者の方は軍手とか使われたりいろいろすると思うんですが、本日今ちょうどテリーさんがお持ちいただいているのが入門編のエントリーモデルに、入門編とこちらはちょっとプロっていうかね、そうなんです。差は何なんですか。これですねよく見ていただくと分かるんですけど、この指の間の縫い方がこっち内側に全部縫ってあるんですけど、うん、これはステアリングを握った時にそれが気にならないように全部縫い目が外側に、なるほど、そういうのあるんだ、はい、そこまで考えられてる。じゃああやちゃんよかったら触ってみてください、はい、どうぞ。であとは素材もこちらメッシュで風通しが良くなってるんですね、はい、なのでそれこそレースとか長時間つけても、まあ、蒸れにくいというか、つけやすいモデル。どのタイプ高いよ。これですねエントリーモデルの方が、2万2000円からご用意してます。で今あやちゃんが持っている、まあ、プロ仕様のものですと3万5000円から、うん、これでも公式のレースにちゃんとできるライセンスが、はい、ついてます。
ちらも本日はエントリーモデルと、プロモデル2種類、はい、ご用意をさせていただいてます。これまずちょっとパッと持って比べていただきたいんですけど、はい、両方あ軽い、全然違うよ、ちょっと軽い、全然違う、はい、そうなんです、あ軽いね、え、そんな違うの、軽い軽い軽い、うん、黄色の方が全然違う、はい、全然軽いんだ、あのね、倍ぐらい違うのかな、多分違う、ちょっとサイズの違いもあるので、はい、なんともなんですけど、高いね、でもこっちの方が大きいもんね、そうなんです、で、これそもそも革の種類が異なってまして、うん、はい、でこちらももちろんしっかりはしているんですが、初心者向けのエントリーモデルになってまして、重さはちょっと比べてしまうとちょっと重みではあるんですが、うん、レーシング走行をするには十分な、もちろん耐久性だったりとか、はい、そこの滑りにくさありますが、そちらは、またさらに軽い革を使用しておりまして、うん、はい、であと紐じゃなくてワイヤーに、そうですね、はい、まあここがそうなんです、うん、はい、見てください、これは普通のね紐でなんか、はい、ランニングシューズみたいになってる、うん、そうです、ここがワイヤーだ、楽そう、それは何ですか、靴下、これソックスにあります、燃えない、1分間燃えない靴下、すごい、普通の靴じゃなくて燃えないんですか、これ、そうなんです、だからフェイスマスクと一緒ですよ、あ、そうですね、あ、はい、なるほど、1分間火に耐えられますよ、1分間火に耐えられる、だからムニエルにはなるなるほど、熱いおいくら、はい、これですね、本日こちらのエントリーモデルの方が、うん、3万円から、はい、うん、で、こちら本日、プロモデルの方が、はい、7万5千円からと、ちょっとお値段が、なるほど、はい、ちなみにね、ソックス1万円ですって、1万円、うん、だからこれを加えると8万5千円と4万円ですね、はい、かっこいい、はい、スーツ、はいはい、よいしょ、はい、ちょうどあやちゃんとテリーさんお持ちいただいているものが、エントリーモデル、はいはい、一番価格帯の安いものに、なりまして、これで安い、こちら約10万円ほどからご購入いただいて、これで10万円、はい、でこれね、もうなんかほら冬のスキーの時に履くような感じでしょ、ソロペットみたいな感じ、いけそう、これも夏は着るんですか、着ます、これ、はい、結構分厚い、いやもうだからこれ夏これ着てるとね、それこそなんかね、ずっと5時間も6時間も走ってるってのは大変ですね、これそんなに走んないからあ、そう、でも大変だよねでこれは、はい、でそんな厚いものがですね、実は価格帯が上がっていくにつれ、どんどん薄く軽くなっていきます、うん、はい、確かにこれちょっと薄く軽く、これなんかちょっと色が鮮やかだから、確かに可愛いですね、合うよね、うん、そうなんです、これが実は女性用のステラシリーズっていうものに、はい、なっておりまして、いい、まあ、レーシングスーツというと男性のものがほとんどになるんですが、女性の方着てしまうとやっぱり体型が合わなくてブカブカしてしまったり、逆に足とかがきつくなってしまったりっていうのがあるので、今回あの女性用のモデルを、これは、はい、お値段、これはですね15万円ほどに、はい、なります、やばいかも、ね、軽くなると高いのよ、そうですよ、本当ピンからキリですね、本当に、でもなんか似合いそうだよね、え、本当に似合うと思います、あやちゃん、ね、はい、かわいい、確かに、さ最後にこれ超、はい、はい、これが一番プロ仕様の、はい、待って全然薄い、高いものになります、で生地の薄さもそうなんですけど、これですねストレッチのちょうど黒い肘とか股だったりとか膝の部分、これがですねストレッチ素材になってます、全部で、普通のものですと例えばこの背中の腰の部分だけとかにこういうストレッチがあるものを、どこもかしこもストレッチ仕様に、じゃあこれは逆に狭いあですね、あの運転席にはいいですね、はい、そうなんです、結構ギュッてなったりとか、まあ、あと何かあった時に車から降りたりとか、実際さんが今着てるこれもそういうやつなんですか、これはストレッチは何も効いてないですよ、あ、そう、はい、かっこいいじゃないですか、これは28万ですよ、あ、28万、はい、でも土屋さんのもちょっとカラーリングもそうですしね、うん、ロゴが入っていたりとか、さらにね、はい、かっこよくなってますので、かっこいい、こういうのってどこで売ってるんですか、これですね、アルパインスターズこちらの場合ですと、まずはオンラインショップ等で商品をご覧いただくことが可能です、であとは、まあ、レースの会場だったりとかに我々出店をしておりまして、そちらで直接見てサイズも着て合わせて、だってオンラインショップで買っても普通のさ、うん、
分かんないもん、分かんないよね、サイズが、分かんないですよね、サイズが分かんない、本当だよ、まあシューズにしたらピタッとしてるからね、ヘルメットなんか持ってよかんないですもんね、はい、なるほどね、はい、さあ小田さん、はい、小田さんのところでちょっとなんか感想お願いしますちょっと思ったより、うん、結構準備にお金がかかるんだなっていう印象がまず一番にきますねでもやっぱ本当ピンからキリまでで自分がいけるなって思うものを揃えれば、うん、ちょっと頑張ってお金を貯めればデビューできるのかなとも思いました。これあのエントリーモデル、はい、トータル的にはおいくらぐらいになりそうですか、うん、本日ですね、じゃあ例えばあやちゃんに来ていただくとすると、うん、まあ、こちらのスーツ、かわいいスーツと、うん、ね、シューズはサイズがちょうどあったこちらのエントリーモデル、うん、でグローブがこちらで、ヘルメットはこの GP6S、これでだいたいですね、23万円、23万円、まあ、いいじゃん、はい、頑張れば、うんうん、あ、23万、はい、あ、さっきのね、1個だけ30万円だったそうですね、これが一番高いですねピンキリがあるからね、うん、だけど、エントリーモデルで十分、十分です、本当に十分、うん、で、だんだん上手くなってきたりさ、その格好つけたくなったらだんだんこうレベルアップしていけばいいの、うん、そうだよね、そうそうそう、はい、さあそして、ちょっとこれあのせっかくなので、はい、桑田さん着てみます、ああちょっとやってみて、あ、いいんですか、ぜひ、いいです、はい、着てみてください、はい、ありがとうございます、じゃあお願いします、はい、着てきます。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。それでは桑田彩さん、よろしくお願いします。はい、かわいいじゃん、じゃじゃーん、かわいいじゃん、だからいかがでした、こう聞いた感じは、なんかもう走り出せそうです着心地はどうですか、やっぱちょっと暑いは暑いですね、うん、でも身を守るためなので我慢して楽しみたいなって思います。急になんかかっこよくなっちゃって ね、いやいいよね、ちっちゃい、どうですか、かわいい、かわいい、ね、嬉しいです。あとはですね、実際レース場でね、うん、目立つから、あと腕だよね、うん、そうだよね、腕上げないとね、センスの問題、確かに、というわけで今回はサーキットへ行こうという企画でしたが、うん、いかがでしたか、いや、いいんじゃないですか、いいと思うよ、うん、やっぱサーキット行きたい人もさ、うん、見てるし、うん、どうやったらサーキットに行けるかなみたいなね、うんうん、なかなかいいよこれ、いや、なんかこうやってカルテみたいなのがさ、カルテみたいな人がサーキットに来るとさ、お客さん増えるよね。こういいね、こういう、こういう感じの人ですよね。僕は行きますよ。そうですよね。行きますよ。あ、よかったです。うん、サーキット界隈を盛り上げます。はい。盛り上げてください。はい。ダンポーズの進行のためにもよろしくお願いします。頑張ります。お知らせがあります。この度、アヘッドモーターサービスでは、新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら、そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで、はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのケリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あのふるってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もね、あの塗装部も板金部も、ね、稼働していますけれども、まあ、ね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。